ネーモンゴサウルス中国内モンゴル自治区の上部、白亜紀より知られる、テリジノサウルス類の草食獣脚類恐竜の属である。ネーモンゴサウルスは、テリジノサウルス上下サーザナソロイデアで、部分的な脳箱、右下顎の前方、完璧に近いアキシャルコラム、股骨、肩体、両側の上腕骨、骨盤の一部分、左の頭骨、 孔子の一部分から構成される部分的に保存された頭骨と骨格化石であるホロタイプ LHV000H により知られる。この標本は1999年に内モンゴル自治区三ン,ンゴビのイレンダブス類層カンパニー、暗光期もしくはマーストリヒチアン前期7200万年前6800万年前の地層から収集された。第2の標本。 LHV0008 は、蝶骨と、仙骨から構成されパラタイプに指定された。タイプ種であるニーモンガソリスヤンギは、チャンジアホング、ジョボシ、ポールセレノ、グアンザン、およびタンリンにより2001年に記載された。俗名は中国語で、内モンゴルを意味する内モーコから派生している。種商名は、幼少圏に、県名されたものである。 ネーモンゴサウルスは二足歩行であった。下顎の奥の葉は荒い巨子状で植物色であったことを示す。細長い頸椎を持っていた。肩甲骨の先は細くなっていた。体長は2.3メートルほどだったと考えられる。ネーモンゴサウルスは、被災者によりテリジノサウルス浄化の規定をなしとされた。後続の分岐学的解析ではより派生的な。 テリジノサウルスカとされたが、リンジーザンノによる2010年の解析では、元の位置だと確認されている。ありがとうございます。